これ難しいで。ああ、こっちを取っちゃった。なんだ、取れんじゃん。難しいね、取るのね。でも狙わないよ。そんな連続攻撃にとどめささないから。うわあ、そっちかい。なんだよ、普通の攻撃じゃねえか。お前、あの、ぐるぐる回転攻撃してこいよ。画面の前の皆さん、どうも、ゆうきでございます。ダークソウル3、持たざる者で始めるマイペース実況、本日も行きたいと思います。よろしくお願いいたします。この動画は持たざる者、素性を持たざる者で初めてマイペースに初見攻略をしている動画でございます。皆さんぜひ最後までよかったらご覧ください。いつもコメント高評価ありがとうございます。たくさんのコメントとね、たくさんのコメント高評価ありがとうございます。よかったらね、コメントはもうざっくばらんでください。でね、ぜひ高評価はね、ポンと押していただければありがたいと思います。はい、レベルは21でございます。現在このようになっております。体力、筋力、技量の方がね、ちょっと多くしてありますね。まあ基本的にダークソウルは技量剣士が好きなので、これでやらさせていただいております。で、私のキャラは、ダークソウル2ルカティエルから取りまして、皆さんでね、相性を持って愛着を持ってルカちゃんとお呼びください。はい、よろしくお願いいたします。はい、皆さんもうね、今見えた通り、買いましたよ。ついにカタリナ装備ゲットいたしました。こちらでございますね。もうこの重厚感たっぷりの三段バラ、まさにね、もう三段を超えて二段と言っても過言ではないね。そしてね、これが丸くなるとまたいいんですよ。丸くなる、笑うからね、カボタンね。今回ね、これいいよね。このクスクス笑いいいね、かわいい。はい、ということで、これをね、前回最後に、前回なんだ、ボス深見さんの主教たちっていう、深見さんの主教たちっていうやつをね、戦ってちょっと負けたんです。で、最後にね、ちょっとあの井戸にジークバルトさんがね、井戸になぜかはめられたということで、服がないっていうので買ってきてくれということで、買ってきてくれとは言われてないんですけど、多分買ってくるんでしょうと私は予想してるので買ってきました。パッチからね、パッチが盗んだんですけどね。うん、まあ、あの撮影外のところでボコボコにしてありますから、そこはもう大丈夫なんですけど、ちょっとね、けじめをつけてありますんではい、そんなことはどうでもいい。さて、ダガーはいらない。はい、炎の内刀プラス3、今現在はこれだけでいってます。深見さんのね、バトルアクスちょっとプラス2なんでね、今しまってあります。ちょっとね、重くなっちゃうんでね、今重量 100% 超えてますから、右上のね。だからもうね、非常に遅い。もうローリングもできない、走ることももちろんできないんでね。今日はあのそれぞれのまず NPC、 この子たちにお土産を渡しに行きたいと思います。何かお手伝いできることありますか？これですね、これを渡しましょう。渡した方がいいですよっていうことなんでね。はい、渡します。灰の方、これは私の中に似ています。そしてだからこそこれは私に宿ります。彼女もきっと許してくれるでしょう。私たちは火守りなのですから。暗い穴を癒せるようになりました。ごめんなさい。あなたに炎の導きあらんこと。暗い穴を癒すってなんだろうね。まあ、とりあえず今はいいでしょう。何でしょう、呪いみたいなもんかな。ダークソウルシリーズ呪いみたいなのあるからね。さあ、遅いです、足が。今日はおばばには何かあったっけ。あったあった、位牌を渡す、これでいいのかな。あれ、おばばいいの、これ位牌渡しちゃって。渡そうか。じゃあ、聖騎士の位牌を渡す、なんとかの位牌っていっぱいあるんだね。ちょっとやめとこうかな。ちょっとなんか違うかもしれない違うとかないと思うけどね。おばばはいいや、まだおばばいいや。買い物そんなしないし私。はい、じゃあ次はこちら行きますちょっと待って、遅いわ遅いわルカちゃん、これダメだわ。はい、で、どの武器を鍛えればいいんだ。見せてごらん、俺が武器を鍛えてやるぜ。さあ、種火を渡すですね。これです、ファランの種火。これはいいんじゃないの。おお、これは牛体の種火か。ファランの感謝たち、その武器を鍛えたという
貴重なものだ。それを俺に預けてくれるとは嬉しいじゃないか。これで特別な奇跡も演出強化に使用できるぜ。ああ、初体験だ。俺も太腕がうなる手前や。なんだろう、変質強化が増えたってこと。試しに見てみましょうか。あ、増えた増えた。おお、炎、毒が増えたね。毒、毒と重厚、重圧な奇跡。これなんだろうね。鋭利なだが、あーなんか、あすごい鋭利だと、あなるほどね。重圧だっていう方だと筋力が筋力特化になって、こっちだと技量特化になるんだ。へえ面白い。面白いね。なるほどね。できそうだね。検出強化できそうっちゃできそうだわ。強化は？強化はあんま変わんないか。あぶあぶあぶ。強化は変わらないですね。はい。おー、ちょっと試してみたいね。技量特化みたいなのやってみたいですね。じゃあ次はこちら、お師匠様です。私の呪術のお師匠様。ああ、戻ったな、日の内杯よ。死としても、飛ばしちゃったよ。呪術書を渡す、これですね。大沼の呪術書を渡します。おお、これだこれだ、懐かしい。これがあれば君に上位の呪術を教えられる。よかったよ、これでまたしばらくとは死として選べるというものだ。呪術を学ぶ。おお、増えた増えた、火の玉。おお、なんか買っとくか。呪術はね、使ってますからね。おおほほほ、これなんだろう。炸裂する火球を投げつける、かっこいいね。罰だけど、なんだ、何ができない。あ、いろいろとし、あれだ、足りないんだ。能力値が足りないですね、ここまでいくと。呪術も能力値が必要になったんですね。なるほどね。呪術は今まで能力値必要なかったんですけどね。威力は変わるんですけどね、能力値でね。威力は変わるけど、必要能力値はなかったんですよ。お前戻ったんだ。俺に声をかけるんだ。魔術を学びたいんだろ。魔術を学ばないよ。渡すものなかったですね。じゃあこちらでしょうか。目の見えない人、目の見えないお姉さんね。あ、英雄様、お帰りなさいませ。物語をお望みでしょうか。何なりとお申し付けくださいませ。聖書を渡す、これですね。あ、結構あるよ。え、ちょっと待って、これ聖書この人だけ。なんかさ、どれがどの NPC 複合してないよね。違う NPC に違うものを渡せるとかさ、それでなんか今後が、あいつ盗みに行ったわ、いなくなっちゃった。まあいや、仕事しに行ったからいいか、仕事しに行ったからいいや。こっちはこの下僕、下僕、私の下僕ないわ。Be safe. じゃあ一個だけ渡しとこうか。なんかね、一個だけ渡しとこう。ちょ、なんかよくわかんないね。誰にどれを渡すしたら正解なんだろうね。なんかこのゲームさ、渡しちゃいけないやつもあったりとかありそうなんだよね。怖い怖いよね、そこがね。じゃあ、カリム渡しとこう。ああ、天地聖伝をお持ちいただいたのですね。これであなたに新しい物語をお聞かせできます。偉大な奇跡の物語は、すごいな、少し長いかもしれませんが、楽しみですね。奇跡を学ぶ。増えたってこと？増えたんだろうね。ちょっと、何にも買ってないんだけどさ。何にも買ってないんだけど、まあ増えたんでしょう。さよなら。まあ、そういうことですね。こうやって渡していくと、まあ、発売品が増えると。そういうことでございます。じゃあ、今日は、深見さんの、ね、深見さんの、聖堂。ん？聖堂？深見さんの、なんだ、あの、主教たちを倒しに行きたいと思いますので。今日段取りぐだぐだだな。今日ね、結構ね、仕事後に撮ってるんで、私、休みの日じゃない仕事後に撮ると、結構グダグダになるっていうパターン多いですから気をつけてくださいね。パッチはもうない。パッチも話しかけとこうか。ついでにね、もう10分経っちゃってるけど。Yes, yes. Are you glad? だけどまあ俺を許してよかっただろ。話す。
お互い孤独なんだ。これからも仲良くやろうぜ。まあそう、まあいいや、こいつ何もねえや。じゃあそういうことなんで、じゃあそこまでカットしたいと思います。それではカット。はいはい、皆さん冒頭はグダグダしてすいませんでした。それでは、まずはね、ジークさんにお洋服を渡しに行きたいと思います。これで合ってるんでしょう、きっと皆さんがコメントをねくれてる通りでしたら。自作するにしてもどうしたものか悩ましい。ジークさん、鎧を投げ入れる。はいよ、ジークさん。おお、これは私の鎧。かたじけない、カタリナのジークバルト、気候に感謝を。この鎧さえあれば、あとは自力で脱出してみせる。また会おう、気候よ。いや、鎧がない方が出やすいでしょ。両手換気。まあ大丈夫みたいですね。同じこと言ってるし。それでは、両手換気をやってみましょう。せっかくもらったんでね、これかな。バンザーイ。いいね、全身で体現する喜びを。やった、10円拾ったルカちゃん、ダメだから、ルカちゃんそういうの10円とかダメ。10円拾っても大喜びしちゃダメ、猫ババだからね。それでは、ボスの方に行きたいと思います。ありがとうございます。皆さんのコメントのおかげですからね、これ全部ね。じゃあボスの方行きたいと思います。それではカットしまーす。はい、それではボス前までやってきましたので、ここから行きたいと思います。今日は本編こちらからです。さっきのは本編じゃなかったのかって。でね、今召喚サイン気づいたんですけど、アストラのアンリー、これあれですよね、上級騎士と沈黙の騎士ホレイス、これ多分生贄の道のかがり火であった2人組ですね。わあ、拾いたいな。私ね、 NPC 愛があるんでね、拾ってみたいっていうのはあるんですけど、どうしようかな。じゃあこうしましょう。拾ってみたいのは事実なので、拾って戦いたい、一緒に戦ってみたい。白霊はね、 NPC だったらありっていう勝手なルールを作ってますから。勝手なルールがあるんですよ、私の中で。なので、じゃあ2戦目、実質2戦目なんですけど、この2戦目で勝てなかったら拾いましょう。そうしましょう。じゃあ行きます。でちなみに前回落としたソウル、侵入されてやられたんでね、なくなってます。やられたんですよ、なんか侵入されて、マラソンしてたら侵入してきてね、なんかよくわかんない魔法でやられたっていう。まず赤いのを狙っていく。お前だ、ふっ、おら、こいつがね、赤いのをまず攻撃していくんだと思います。ノーロックで行った方がいいな、これは。あ、デブちゃんか、デブちゃん硬いからやらんだ、デブちゃん。あー、ひっくり返った、なんだ、あちゃあちゃ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 、あれ、いなくなったぞ、あぶれ、転生したな、あっちか、奥行ったわ。甘い甘い、深みの主教たち、神さんはな、悲しんでるよ、お前たちの今の姿を見て。あぶねさあ次は、お次はノッポ、お前か、深みのノッポ。どこ攻撃してんだ、近接戦とかなってないな、お前たち。問題はね、この先なんですよ、この先はよく分かっていない。ん、いたいたいた、またえらい深いとこにいんな、おい、また集まってるとこにいるよ。どけ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 、はいはいはい、片手で切った方がいいね、片手で切った方が攻撃範囲があるわ、内刀は。もうそこのチビチビスケ、あら、オッケー、ゲット。あともう一回ぐらいかな、どうなってんだこいつか。起きてた本体、どけどけ、邪魔だ、そいつが本体だ。あぶね、あぶね、あぶね、うわうわ、集まってきた、くそ、邪魔すんだ邪魔すんだ、どけ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 、
あばばばばばすごいすごい、取り巻きがすごいわ、すごいな。この後でなんか呪いみたいのがかかるんですよね。呪いが誰が呪いをかけてるかがよくわからない。本体なのか超出られんだけど、これ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 、誰誰誰が呪ってんのこれ。どけどけどけ、あぶねえ。あーちょっと嘘、何これ、ほんとよくわかんないちょっと待って、これなんだ、これよくわかんないな、何これ。はい、戻ってまいりました。実質ね、実は3戦目もやったんですけど、やっぱ一人では勝てなかったので、やはりアンリとホレイスにちょっと来てもらいましょう。アストラの上級騎士アンリとね、なんだっけ、無口でまったりホワホワのホレイスだっけ、なんだっけ沈黙の騎士ホレイス、かっこいいね。これだけ聞くとすごいよね、なんかね、なんかすごいクールなねイメージがあるけど、アンリがねちょっと気にしてるね。ホレイスがまだ来てないからよ、ちょっと待ってくれよつ。さあホレイス行くぞ、仕事の時間だ。ルカさん、後ろは任せてください。俺とホレイスがあなたを必ず守ってみせます。そうだろホレイス。沈黙ではないよねさあ行きます。さあ頑張るぞ。さあ私はね有利に戦いたいんじゃないからね、 NPC と戦うのは、ね、大好きなんでね。前回もねダークソウル2の時もねルカちゃんと戦うの大好きだったんで、さあ行くぞ。お前たちの力見せてみろ、やろうともやっちまいな。今日は食べ放題だぜ、好きなだけやっちまえ。お前たちの力なら倒せるはずだ。こんなやつら簡単だろ。来てるぞ後ろ、危ないぞこいつ、こいつ危ない、こいつ倒した方がいいぞ。でやろう、少年やってきやがって、効かねえ。なんだなんだなんだ、小ジャンプしてきやがる。ロックしない方がいいな、分かってんだよ場所、見えてんだボケナスが。なんだデブ、やる気か、いい度胸してんじゃねえかおめえ。もう一回 OK、 甘いんだよ。なんだおい、どっちょてめえやる気か、お前後ろガラ空きなんだボケ。もう一人よっ、ちょっとすいません後ろ通してください、通らせてくださいよ、ちょっと後ろ取りづらいよ。ちょい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 、どこ行っちゃった、どこ行っちゃったどこ行っちゃった、あいつか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 、すいませんね、はい失礼しますよ、はいはいはい、どいどいて、あれ刺さんないよ、なんで刺さないのこれ、邪魔なんだよ、周りが邪魔すぎて刺さんないんだよこれ。どこ行ったあいつか、来た来た来た、本体本体来た、本体来た本体来た、こいつ刺せ、こいつこいつなんか強そうだから、この青いのな、よくわかんないけど邪魔だボケ、いてやるじゃねえか、黒火炎壺くらいな、俺がクラカエンツボだ、おらこらイノンのやめとけ、それやめとけよ、なんか祈って祈るとね、なんかね多分呪いみたいになるような感じがする、そんな気がする、祈ってるやつがね多分そういう役割なんじゃないかなっていう気がしてきた。こいつ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 やめろー、おいお前もだな、こいつもだな、後ろ刺した方がいいな、こいつ、おいやめろそれやめとけ、あいつもだあいつもだ、こいつもダメだ、おい何やってんだよ、それやめろっつってんだ、それのせいで呪いなんだよお前もかよ、忙しいな、何に祈り始めんだよ、どんな祈り教だ。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、あいたいた、本体本体本体だよ本体、てめえこら頑張れ頑張れ、ホレイスアンディ頑張れ、負けるな、こんなとこで。いって、うるせえ、どら、うるせえ、どけやばいやばいやばい、祈り出すぞこれ、祈り出した祈り出した、やばいやばいやばい、これ止めろ止めろ止めろ、これ止めた方がいい、危ねえ、ぶんねえ、やばいやばいやばい、祈ってる祈ってる、これ止めろ止めろ、これ止めなきゃダメ、
これ止めないと多分呪いがおそらく来る。おい何やってんだよ、おい何やってんだよ、なんだその構えやめろ。はいこんにちは、黒火炎壺くらえ、この時のために用意してきたんだ。くっ違う違う違う、ルカちゃんそれじゃない、それ違うから、それ違うから、アイテムいっぱい持ちすぎだから。やばい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 、やばいぞやばいぞ、これやばいぞ、これやべえやつだぞ、これやべえやつだぞ、危ねえ、止めろ止めろ、やらせんだやらせんだ、もうちょい、あいよ終わりだこら、よくやったぞお前ら、よくやったよくやったぞー、あれホレイスも終わってるよすごいな、気が狂っちゃったよホレイス、よくやったぞお前たち、よくやったぞありがとうルカちゃん、ルカちゃんありがとう、付き合ってくれて。小さな人形、深見さんの司教たちのソウルゲットしました、倒したわ、ありがとうアンリホレイス、楽しかった。普段ね白霊は基本ねこの初見攻略は拾わないんでね、 NPC と白の楽しさを分かち合う、そういうことでございます。あれ何これ終わり、ええどこ行けばいいの、えなんだ意味わかんないこと書きおって、あれちょっと待ってこれ本当終わり、あれあなんか調べる系かな、なんかそんな気がするな、あ違うわ、おりえこっちから来たんだよね、ああかがり火あったわ、かがり火ゲット、ボンファイアリット、終わりっすね、終わりか、あれ行き止まりになっちゃったよいや倒しましたね、皆さんありがとうございます。多分ねみんなあのコメントくれてると思うんですよ、またプチ連続撮影になってるので、あの今12をアップロードしてる最中に撮ってます、なのでこの1個前をねアップロードしてる最中に撮ってるので、多分みんなね攻略法とか書いてくれてると思うんですけど、ありがとうございます。まあ正しい攻略法は分かってないんで、それを見てね予習復習っていうのも大事ですから。あ帰ってきてるあいつ、おかえり、おおヘロー、おおあんたいいところに戻ったね、遅くなったがまあ成果は上々さ、さあ見てくれよ、ヤンジャンとヤンマガを拾ってきたんだ新宿でも行ってきたのかお前、新宿駅行ってきたのか、おーすげえ本当だ、すさまじく上々じゃない、よくやったねこれ、へえすっげえいっぱいある、やるじゃない、なかなか盾とかもいっぱいある、鳳凰騎士の盾とかすごい強そうだね、へえ、あ武器戦技だこれ、これいいな、あでも物理カットが低いんだね、結構拾ってきましたねあなたね、頑張って、どっからもらってきたんだか知らないけど、鳳凰騎士の極拳だって強そうこれ、へえいいな、じゃあそういうことでちょっとここでじゃあ一旦カットして休憩したいと思います、結構ね連続撮影っていうかねボス戦が疲れちゃったんで、じゃあ一度カットします、それではカット、はい、再開します。じゃじゃーん、買いましたよ。鳳凰騎士の極拳。これ強そうだね。極拳もいいね。ファルシオンとかね、使ってましたからね。おー、早い。動きが早い。おー。そして戦技いきます。おー、これね、強攻撃につなげられるらしいんで。強っ、おお、かっちょいい、何これ、超かっちょいいじゃんこの武器、これサブ武器にいいかもな、あれん、なんかいるよ、あれあ先ほどはどうも、先ほどありがとうございます、あまたお会いしましたね、先に生き埋めの道半ばでお会いしました、アストラのアンリです、あなたもご無事で何よりでした、
私たちはあの後深みの聖堂に向かいましたが、エルドリッチの棺は空でした。あの人くらいは本当の故郷を目指したのです。空の引き継ぎに残された小さな人形が私に教えてくれました。エルドリッチの本当の故郷は冷たい谷のイルシール、とても古い幻の都、そして巡礼者の方が祈っていました。私たちはそこに向かわなければなりません。なるほど、イルシールに向かうんだって。なるほど、ありがとうね。そんな吹き替えになってそんなになったらやばいでしょ。これいいな、この剣。内刀があるからね。とりあえず内刀も、まあね、ルカちゃんの体験もいつか使えますけどね、もちろんね。いやー、あの二人なんだろう、共闘したから出てきてくれたのかな。そんなことないか、もともといるのかな、あそこクリアしたら、うん。まあ、特にあとは、あ、そう、あと、そうせっかくね、ソウル取ったから、ボスソウル取ったんでね、何が変えるか見てみましょう。次どこ行けばいいのこれ。そもそもどこ行けばいいんだこれ。ソウル何が作れる、どれだろう。これか、これだ、多分これだ。深見さんの司教たちのソウル、導きの灯火、燭台を灯す一時的な明かりは多くの助言を見せるだろう。へえ、導きが出るらしいですね。と、あ、これだ、魔法だね。あー、なるほど。迷うな、これもちょっと考えとこう。迷う必要ないんだけどね。そもそも魔法使えないからね。え、これどこ行けばいいんだ、ここ困ったな、全く無計画だったわ。じゃあちょっと、はい、じゃちょっとちょっとカットします。どこ行ったらいいかちょっと考えてみますね。はい、それではカット。どうすればいいんだこれ、本当わかんないな。はい、やっとわかりました。1時間ぐらいね、いろいろ探索をして、あの前回生贄の森でもうちょっと結構前にね、いろいろフラフラしてた時に、あ、やべえやついるっつって引き返したとこがあったんですけどね、多分ここでしょ、次のね攻略場所、多分ここでしょ。なのでここ行きたいと思います。はい、それではステータス再確認します。レベル25になっております。途中でね確認するの初めてですからね。レベル25まで上げました。生命力、持久力、あと体力を上げておきました、装備重量を上げるために。で、25になってます。で、内刀プラス4になってます。そして鳳凰騎士の極剣、なんとプラス2にしてあります。この2頭でいきたいと思います、これからはね。これはね、もうただ単にかっこいいから使ってみたいっていう、それだけで持ってますけど、もしかしたらゆきさん、それあんま強くならないっすよとかね、そういうのあるかもしれませんけど、まあ、初見なんでね、とりあえず自分が使いたいものを使っていく、そういうことです。それではいきたいと思います。まずあいつから倒していくんだろう、どうせ。来た、なんか後ろにおるぞ、よいしょ、なんか後ろにおるぞ、なんか来た、待て、こいつから先、やべ、あれ来そうだな、もう一人、勘弁してくれ。あ、おい、やめろ、何やってんだお前、奇跡かこいつ、あべ、乱入してきやがった、待てこいつ回復すんだよ。オッケー、ちょっと待て、え、もうまだ来ない、大丈夫だよお前ら、よいしょ、あー、ダメか、マジか、来いよ、内刀で今までやってきてんだ、お前らの攻撃なんか効くか。あれ、なんだ、パリーができないぞ、そういう剣なのか。え、当たんないし、こっちも食らないし、なんだろこれ、なんだこれ、不思議だな。もう一回来い、ムカつく、その二連ムカつくな、ほんと来いよ、なんだろこれ。タイミング合ってるはずなんだけどな。え、何これこっちだけちょっと食らってんのか、分かったよ、新武器で言ってやるよ、かっこいいな、派手だな、おい、こっちも極限だからね、言っとけろ、こっちも極限だからね、
やろう、やるじゃねえか。来いよ。どうした、ずいぶんちょこちょこ動き回るね、あんた。あ、間違えちゃった。ずいぶんちょこちょこ動き回る。あー、くそ、取れねえ。難しいな、あれ取るの。なんとしても取りたいな。取ってやるぜ、絶対に。来いよ、取ってやるからな。絶対パリ取ってやる。うわー、むずいこれむずいな。これ取ったらかっこいいな。取るぞ俺は。うわー、むずい。2投目で取りたいな。来いよ。むずっ、これ難しいね。あー、こっちは取っちゃった。なんだ、取れんじゃん。難しいね、取るのね。でも狙わないよ、そんな連続攻撃にとどめささないから。うわー、そっちかい。なんだよ、普通の攻撃じゃねえか。お前、あのぐるぐる回転攻撃してこいよ。あれ取って本物なんだけどな。なんだこいつ、流刑人の体型。何これ、グレートクラブ。まあそうだろうね。何これ、重たいんじゃないの。またこれか。はい、まあ持てないですよね。どれ、あれ持ったはずなんだけどな。はい、終わりました。うお、でけ。よくもまあこんなでかいもん振りまして。血ついてる、血ついてる。ああ、これだったのね。あー、これ戦技だったのか。これか。ああ、これ取りづらいな。これ結構対人で使われたら厄介なんじゃない。なかなかめんどくさい気がするけど、こんなことないのかな。さあ行きましょう。まあ、かかり火がなさそうなんでね。だいぶエストを使ってしまったんで、ちょっとここはね、慎重に行かないとまずいですね。ゲット。機関のコッペン。コッペンか？なんだ？あれ、いつも読めないな。皆さん、読み方教えてください。ここは？開かねえや。下から行く感じか。どれどれ。まあ、かがり火あるでしょ。あるよ、かがり火。あんな強敵と戦ったんだもん。ないわけないですよ。どれ？ほら、あった。ほら、ありましたよ。内心ちょっとなかったらどうしようってドキドキしましたからね。はい。さあ、行きましょう。さて、どんなエリアでしょう。ファランの城塞。これなんか嫌な予感するな。毒じゃないの、これ。ああ、ほらほらほら、やっぱりそろそろ来る、そろそろ来そうだなとか思ってたんだよね。スライミーは、炎だから。うわ、ヒルだ、懐かしい。こいつはね、多分炎なんですよ。炎がつくから、絶対。よいしょ。スライミーじゃない、炎、ヒルだ。あれも、ボロ布のマスク。多分あの、沼の中にいるのもあれ、ヒルだろう。多分な、懐かしいな。闇村みたい。ボロ布のマスク。まあいいんじゃない。なんか焼けた？ルカちゃん。なんかもう、なんか、黒人みたいになってるけど大丈夫？何？ヨーヨー系になっちゃったの？いつの間にか。なるべくこっちを通って。ん？ちょっとうるさいからね。火炎壺持ってますからね。大量に買い込んでありますから。燃える！あめえぜ。こいつもなんかやってきそうだな。うるさいな。さて。せっかく極限持ってきたのにな。あれ取ってこっち行くか、あれ取りに行った方がいいよな。取りに行くか。よし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 よ、ゲット。くさび石のかけら。あー、毒が。やばい、毒パックン持ってきてないわ。毒パックン必要だったか。まさかすいません、喉がイガイガしました。まさか毒パックン必要なエリアが来るとはな。あそこにもなんかあるな。あれ取りに行きたいな。あ、待って、なんかさ、毒のなんか指輪なかったっけ。あ、あったあったあった。毒耐性を高める、これ持ってくか。うん、ちょっとあれ取りに行く。取り行っちゃおう。すっ、邪魔だ。
ゲット、エストのかけら、おっしゃー、エストの回数増えますよ、ラッキーラッキー。こっちは何もない。さあ進みます。多分ちょっと見逃してるかもしれないけどね、とりあえずアイテムがあるところから七色石ゲット。あそこもあるな。でもあそこ陸地だな、行けそうだな、行っちゃおう。よしよしよし、まあ、ヒールがいるだけだからね、正直。ゲット、くさび石のかけらゲット。こっちはなんかある。あー、あの上にもあるな。こいつらがプシュプシュ言ってるだけだからね、まあ大したことないですよ。スルーですよ、スルー。こんなの戦ってたらキリないからね。さてこっちは何もない。あー、なんかお腹痛いな。トイレ休憩しようかな。どけ石の円立て。やばい、あー、やばい、ポイズン。言いたいことも言えない、こんな世の中じゃ。ゲット、腐れ松屋に。言いたいことも言えない、こんな世の中じゃ。うわー、なんか来た。やべ、これあれだ、ダークレイスだ。あぶねえ、ダークレイスじゃないかこれ。そうだ、ダークレイスだ。こんなとこに出てくるのか。うわうわうわ、あぶねえ、なんか食らなかったぞ今。あぶねえ。ゲット、ひび割れた赤い瞳のオーブ。かてえ、マジだ、かてえぞ。普通にかてえの来たな、ほんと。結局内刀で戦うっていうね。古老の種火かな、古老の種火かな。こっちでいいのかな。まあいいや、とりあえずこっち行ってみますね。まだ初見なんでね。こう入ってって、毒が結局内刀で戦ってるよ。これ内刀でクリアするんじゃないの。刀パリばっかしてさ、そんな気がしなくもないよ。これ何にもないっすな。なんかいるよ。うわー、なんかいる、なんかいる。ちょっと待って、先手必勝でいこう。火かな、火かな、弱いのは火かな。それ、あうーっつった。おおおお、なになになに、なんですか。すいませんすいません、ブラッドボーンみたいの来た。ないないない、気持ち悪い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 。これで見ることにしたから。気持ち悪い、はい、これなんかルカちゃん勝手に出したわ。ルカちゃんイライラしたわ、気持ち悪すぎて。気持ち悪いね、ルカちゃん今のはね。ゲット、くさび石のかけら。うーん、こっちでいいのかな。なんか順路的には合ってんのかな、これ。アイテムは絶対取り逃してるよね、間違いなく取り逃してると思う。ゲット、なぜここに血痕がある、一応見とこうか。お、なになになに、どうした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 、なに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 、何が何が起きた。なんかぐちゅ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 みたいになってたよ。これ、あ、違うか、なにこれ、なにこれ、なにこれ、うんちみたいなの垂れ下がってるけど、うんもの木、なにあれ、うんもの木じゃないの。おぶねえ、てめえら、ほんとよ。あれ、なんだそれ、なんだそれ、おめえ、キックに刀パリしようとしたじゃねえか。足切り落としたぞ今、完全に。どう考えたって。おい、なんだろうこれ。あ、これ毒パックンだ。毒をね、治すやつですよこれ。ほら、これ持っとこう、毒直すやつね。この先も必要なんだろうね、きっとね。火を消す、消しちゃうよ。あら、大丈夫、勝手にやっちゃったけど。
なるほど、火を消すと火が灯るのね、あそこのね。じゃあもう一個あるんだろうね、多分ね。もう一個あるんだろうね。もう一個ある、右側をつけなきゃいけないんだよね、多分ね。この先アイテムはないぞあ、そうなんだ、ほんとだあれ、まだあるよ、さっき。後悔、あ、アイテムがなかったからってこといや別に後悔はしないけどさ後悔はしないよ別に。こんな、あ、なんだ、アイテムなかったよ、なんだよ、せっかくあそこの先まで行ったのによってならないでしょ。待て、手前から行くか。うわ、手前からとかそういう場合じゃなかった。にゃーい、ほい。あー、めんどくさい、盾持ってるわ。あー、だるいですね、ほんと。なんなんすっか。あー、盾か、来たね、盾からバッシュ。盾地区やろ、この野郎、バカ野郎、当てちくやってっか、そんなことになんだ。わわわわ、なんだなんだなんだ、すっげえ毒、毒めいてる、毒めいてる。おお、どこ行くんだよ、勝負しろよ、お互い命かけて勝負するんだろ、そういう約束だろ、嘘つき嘘つきじゃないわ嘘つきではない、こいつ盾地区。あー、今度やりでくんのかよ、お前きたねー、盾かと思ったやりかよ、もういや、ほい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 、残念しょー、甘いぜ。ゲット、グルーの腐れ担当、すごいね。え、なになになに、ブチ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 言ってるよ、なんか下にいる、なんかいる、なんかいる、なんかうるせえなと思った、なんかいるな、なんだ、なんか走り回ってるわ、まあいいや、ほっとこ、なんとか担当、全くもう一個の極限使ってないけど大丈夫。はあ、はあははあ、これはなんだろう、クイックステップ、え、なんか違うのこれ、普通の担当と。うん、まあなんかあるのかな、毒付きとか。あ、毒付きだ、いいじゃんこれ、サブ武器にいいね、毒付きだわ。まあそうだよね、毒んとこで拾ったからね。あ、これもいいね、迷うね、武器ね、やっぱね、楽しいね、これが楽しいんですよ。結局ね、あの、新しい敵出てくると、刀パリ構え出すっていうね、癖があるんでね。ちょっとこの癖抜かないとな。刀パリばっかやっててもな、同じことばっかの繰り返し。あ、この、あれかな？じゃあ、かがり火つけます。ボンファイアリット。さらに先へ進みます。時間あるかな？ちょっと時間がギリギリになってきたんでね、もうちょっと進んだら、今日は終わりにしときますね。楽しみにしてくれてるね、人もいるみたいで、すごいありがたいですよね、ほんと。この動画楽しみでしたとかって言ってくれてる。まあね、もうそれがね、嘘であったとしても、何であったとしても嬉しい。そういうもんですよ。大概火が効きそうだもんね、この敵もね。ここの火がついたのか。で、こっちの火をつけなきゃいけないんだよね。だからどこかに多分点灯できる場所があるってことだと思うんですよ。探しに行きましょう。めちゃくちゃ、あー、なんか腹に十分いけんじゃん、このこれ強いよね、いっちゃおうか、戦技ね、ついにね、おりゃ、うら、あれ、待って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 、今いいとこだからさ、もうちょっとなんだよね、今日の尺が。だ、戦技一発決めさせて、いくぞ、そうら、あー、ちょっともううるさいうるさい、やめて、もうプッシュ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 、うっさいな、お前たちは。こっちからも入れるのか、あ、お前ら強いな、この極刀、死の遺骨。あ、なんかこれあれだ、あ、エストの回復量を上げるやつですね。
強いな、この曲と普通に。普通に強いと思うんですよ、これ。お、お、星があるよ。これ行ってみようか。深い深い。いてててて。邪魔。邪魔。オッケー。ちょっと待って、アイテムあった、ここに。これ先取りに行こう、アイテムを。ゲット。何これ。老血の喧騒っていうものかな。なんだろうこれ。ちょっと待って、安全なところで。これかな、消費アイテムかな。これだ。ファランの番人たちがその使命を果たした証。あれかな、契約のなんか捧げるアイテムとかそういうやつかな。星がある、星がある。何これ、こういうのいいね。こういうね、すごい高いとこまで。アイテム結構あるな。アイテム結構取り逃してんだろうな、最初来るところもね。それ回収してきた方がいいな。撮影外でもいいからね、せめて。面白い映画撮れる場合だったらね、行かない方がいいけど。かがり火がある、このとこに。これ何？これ何？かがり火あるよ、ここに。なんだこれ。ボンファイアリット。え、なんか狼いるよ。何これ。ファランの老猿に祈る不死体の儀礼。あ、契約なんだこれも。ほほほほほほ、これも契約なんだね。じゃあ契約ちょっとやっとこうか。契約を願います。ファランの番人、契約をゲットしました。契約の証、これも契約なんだね。やっぱさっきの捧げるやつなんだ。かっこいい。なんか死んでるの、息してないね。死んじゃってるのかな、これ。ベータ、え、これ何、これ。ちょっとみんな、これ広すぎだよ。ここも広すぎですよ、これ。さっきの最初に襲ってきたやつらがファランの番人だったってこと？違うのかな。いた！だら！ゲットだぜ。射程圏内に入ったな、バカめ。光るくさびし。この先幻影があるぞ。ほんとだ、ナイス。いいね、しといてあげる。これは評価しておきます。ありがとうね、助かったよ。夢追い人の位牌。ほう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 、もうこれ取ったと。じゃあ最後にベータのとこか。全然やめどころがわからないんだけど。やめどころがわからない、楽しすぎて。楽しすぎてやめどころがわからない。ん？なんだこれ。結構上まで行くな。結構上まで行くよ。大丈夫これ。なんか待ち構えてたりしない？こっちか。ん？階段。さらに上、屋上みたいな。ん？召喚サイン？これは人だな、多分な。NPC じゃないと。え？え？え？うわー、すっげーのいるよ。マジかー。じゃあもうちょっとしか時間ない。じゃああれと戦って今日はやめにしましょう。ちょうどキリがいいね、キリがいいね。いきます。まあ、新武器でいきましょう。ここはね、内刀ではなく。来いよ、おい。召喚サインいらねえよ。どんなもんじゃ。お前の力見せてみな。甘いぜ。勝て。ジャンプ。危ない危ない危ない。デーモンかこれ、なんだ。あ、いてててててて。二投目来る。なんだそれ。何入ったお前今。聞いてないよそれは。いよ。危ない危ない。ワンツー。よいしょ。ドス来るな。おらよ、おら。
ほい、甘いぜ。ブラッドボーンやってきてんだ。ほらよ、暗いな。もう見切ったな、これは見切ったな。お前もう見切ったな。これはこれはもう俺の勝ちだ。甘いな、これは俺の勝ちだぜ。甘かったな、はぐれデーモンのソウル。あれ、ルカちゃんどうしたの、大丈夫？ちょ、怖かったんじゃない最後の。まあ、うるさかったかね。はぐれデーモンのソウル、ゲットしました。オッケー。これは見切ったわ。残り火ゲット。グレートアクス。グレートアクス3つぐらい持ってたけど。残り火ゲット。終わりかな？終わりですね。じゃあ今日はここで終わりにしたいと思います。ダークソウル3。いつも皆さん楽しみに見ていただいてありがとうございます。この先どうなるか、ぜひコメント、高評価、よろしくお願いします。お疲れ様でした。またね。これ別に広いんだけど、こっちは何だ、開くのか、開きそうに見えてるな、これな、これ開かないんだよな、何ですよこれ、開くのしもべがいるぞ。どうした、おい、終わりか、もう終わりなんだ、見えるか、はい、あ、こっち行ける？